こんにちは。この動画は国立国会図書館関西館文献提供課が作成しお送りしています。この動画では日本国内の博士論文についての概要や探し方、利用方法についてお話しいたします。動画の内容は全部で3つの構成に分かれています。1つ目が博士論文の概要、2つ目が博士論文の検索・利用方法、3つ目が博士論文について調べる情報源です。それぞれスライドに沿って説明をしていきます。1つ目の博士論文の概要です。博士論文の基礎的な情報についてお話しいたします。実際の調べ方については2の検索・利用方法でお話ししますので、そちらを先にお知りになりたい場合はこの部分を飛ばして次にお進みください。さて、博士論文とはですが、これは学位の一つである博士を取得するために提出されるものです。自身の研究成果を報告し、学位授与機関大学等による審査を受けた上で博士の号が授与されます。ここで大学等と言っていますが、学位授与機関には大学以外にも独立行政法人大学改革支援学位授与機構も含まれるためです。それらをひっくるめて大学等とこの動画では呼んでいます。現在、博士を取得する方法は2種類あります。1つは大学の博士課程に在籍して取得すること。こちらは課程博士または後博士と呼ばれています。一方、大学院には所属しておらずとも、大学等が定める要件を満たした上で論文を提出することでも博士は得ることができます。そちらは論文博士、乙博士と呼ばれています。この表は学位制度の歴史をまとめたものです。細かな点は動画を止めて表をご覧いただければと思いますが、ここで知っておいていただきたい点は3つです。1つ目、博士の制度が生まれたのは明治20年からですが、博士論文の提出が必要であると定められたのは大正9年からでした。それ以前は論文の提出は必須ではありませんでした。二つ目、平成3年に博士の名称が変わりました。それまでは工学博士などの呼び方でしたが、現在では原則として博士（工学）という呼び方に変わりました。三つ目、平成25年に博士論文の公表方法が変わりました。それまで博士の学位を得た方は、冊子体の論文を国立国会図書館に収めることで公表していましたが、現在は大学のホームページなどに掲載するなど、インターネットによって公表することが原則となりました。以上の3点を覚えておいていただけると、博士論文を探される際に役に立つかと思われます。次に、博士論文の収集と公表についてです。博士論文は基本的に書店などで販売されてはいません。網羅的に収集し公表しているのは国立国会図書館です。ここでは、国立国会図書館における博士論文の収集と公表について歴史に沿ってお話しいたします。博士論文は当初文部省が冊子体を収集・保管していましたが、昭和10年、
これらの博士論文が国立国会図書館の前身である帝国図書館へと移管されました。以降、国立国会図書館が日本全国の博士論文を収集しています。昭和10年に移管されたのは、大正12年9月以降の博士論文でした。それ以前の博士論文は、関東大震災により消失してしまっていたためです。それから平成25年3月までは、国立国会図書館が冊子体の博士論文を収集し続けていました。この方法によって集まった冊子体の博士論文は、現在は京都府にある関西館にて保存されています。先ほどの学位の歴史でも述べましたが、平成25年から博士論文の公表については、冊子体を国立国会図書館に送付するのではなく、大学のホームページに掲載するなど、インターネットによる公表が原則となりました。そのため、現在の国立国会図書館の博士論文収集方法は、この図の通りとなります。細かな点は、この図や国立国会図書館のホームページ、国内博士論文の収集を見ていただければと思いますが、知っておいていただきたい点は3つあります。1つ目、現在は主に博士論文の電子データを収集してはいるものの、一部は冊子体による博士論文も収められています。2つ目、電子データは国立国会図書館デジタルコレクションにて公開され、冊子体の博士論文は国立国会図書館関西館に保管されているということです。それぞれで閲覧方法が異なります。3つ目、冊子体の博士論文についても、国立国会図書館が順次デジタル化を進めています。デジタル化した博士論文の原本は原則閲覧できなくなりますが、デジタルコレクションで公開されており、コンピュータ端末上で閲覧できるようになっています。実際の閲覧方法などについては、後ほどさらに詳しく説明いたします。これまでお話しした国立国会図書館における博士論文の収集と公開状況を、表にしてまとめました。